はい、ただいまの曲はアメリカのビッグバンドカウントベイシー、デューク・エリミットなんですけど、カウントベイシーのベイシーストレートアヘッドという曲でした。はい、アメリカが生んだ最高の文化ジャズ、なんといってもこのリズムとアドリブの楽しさ、世界中にこれが広がって今で言えば拡散しておりまして、それで世界中でいろいろ楽しんでですね、私たちも長野市のアマチュアビッグバンドホットブリザードジャズオーケストラももう半世紀を過ぎました。51周年を今年迎えます。でちょっと僕一応原稿を書いてきてるんですけど、先ほどもみんな言ってもらったのであんまり言いません。それで創立当時のメンバー、もう50年も前ですので、この中に創立当時からのメンバーの人一人いるんですが、はい、このトロンボーンの取り巻きですね。あとはもう新しくなりました。いやいやいや、そこで年を取ってるって言ったんですよ。そして今日は創立の時のメンバー、重要な人が今日お見えなんです。ちょっと紹介したいと思います。創立からのメンバー、武田徹さんです。すみません、ライトが ありがとうございます。はい、せっかくですので、ちょっといやー、どうも実は私、創立からのメンバーで51年前なんですな。小島君だけですよ、いたのはトロンボーンがね、あとはみんなその後のメンバーでございまして、私若干27歳の時でございまして、今はですね、70、今年8歳と。51年前ってすごいことですよね。でホットブリザードジャズのホットブリザード、実は命名は私、武田徹でございます。ブリザードって分かります？今台風10号迫ってますよね。寒い地方の南極とか北極の嵐をブリザードと言うんだそうです。ですからね、寒い嵐なんだけれども、それをホットにしよう、演奏でホットにしようじゃないかというんで、ホットブリザードジャズオーケストラと命名をしたわけでございます。皆さん知ってました？そのこと知らないでしょう。ホットブリザードというのはそういう意味なんでございます。で最初はね、ユニフォームもなかったもんだから、私アメ横へ行きましてね、ムームーのようなこう、なんか着るものをですね、安い着るものを20着ぐらい買いに行ったという思い出もございます。まあ、その後皆さんね、ちゃんとついてくださいまして、久藤さんだとかね、今回は日本書房の久井さん、ありがとうございます。そんなわけで今日はこのステージで51年前に結成した、今は全く小島さんしか知らない他のメンバーがね、1曲目カウントベイシーの演奏をしていただいて、素晴らしい演奏でございました。今日はゆっくりと最後までソロ取ったら大きな拍手をお願いしますよ。はい、それでは久藤さんにバトンをタッチいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい、秋山圭一郎。Thank you.
と申します。本日は四ノ井町中音楽祭ということで、多くの皆様にご来場いただきましてありがとうございます。そして私瀬名ひとみ、今回はホットブリッドブリザードさんの演奏で歌わせていただけるということで、楽しみに今日はやってまいりました。私瀬名ひとみ初めましての方も多いと思いますので、改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。名前は瀬名ひとみと申します。小布施町で生まれ育ちまして、2009年にキングレコードから CD デビューいたしました。それ以来各地のお祭りですとかイベントなどで地域が少しでも盛り上がればと、そんな思いで歌わせていただいております。今日は皆さんに会えるのを楽しみにやってまいりました。帰る頃には私の顔と名前をしっかりと覚えていただければと思います。皆さんと楽しく音楽の時間を過ごしたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご挨拶代わりに歌わせていただきましたのは私のオリジナル曲でございます。デビューした翌年2010年から歌わせていただいております。雪よ風という曲から歌わせていただきました。この後皆さん聞いたことあります曲をね、何曲か歌わせていただきたいと思いますので、ご存知の曲ありましたらぜひ一緒に歌っていただければと思います。それでは続いての曲、瀬川栄子さんの命くれないをお送りいたします。
それではよろしくお願いいたします。Thank you.
神さん、今なんとか言い出すため親子の名乗りがしたかったら肩着の姿で訪ねてこいと言い出すったが、笑わしちゃいけねえぜ。親にはぐれた小スズメがぐれたお叱るな無理な話を口じゃねえ未練じゃねえよ神さん、俺の言うことをよく聞きなせ。訪ねた母親にせがれと呼んでもれぬようなこんなヤクザに誰がしたって
ありがとうございました。